はい、こんにちは。和柄ミュージシャンです。スペシャル和柄。木曜日のテーマは Q&A です、このコーナーでは和柄ミュージシャンへの質問に私がお答えいたします。はい、では早速今回も質問いただいておりますので、はい。じゃあちょっと質問者さんのコメントをお読みします。はじめまして、エスパルスの応援動画をアップしているコパルと申します。はい、ありがとうございます。この方の私がチャンネル登録しているエスパルスの応援動画を上げていらっしゃる方です。ありがとうございます。先日エスパルスの残留について取り上げられていましたが、和柄ミュージシャンさんがエスパルスのチャントの中で一番好きなものはどれですか？という質問です。はい、ありがとうございます。だんだんこの番組もエスパルス色が強くなってきましたが、私が一番好きなエスパルスのチャントはね、ガニャです。ガニャ、どんなものかちょっと歌ってみましょうか。はい。おー、メーカンピョン、オレ。おー、メーカンピョン、オレ。オレ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 レ。オレオレオレオラララ、オレレオララ、オレレオララグラーイ。はい、これガニャです。ね、私楽曲のかっこよさでは一番ガニャだなって思いますね。エスパルスのちゃんとってね、どれもねノリが良くて好きなんですけれどもね、まあ、サンバが主体になっているものが多いんですけどね。まあね、ガニャーやると私はひときわテンション上がりますね。でね、まあこれはガニャーはチームのチャントなんですけれどもね、選手別のチャントも好きなのありましてね、好きなのは枝村拓磨選手のチャントと、まあ、杉山浩太選手、まあ、今季限りで引退で、まあ、来季がチームスタッフに就任されましたが、あの浩太選手のチャントが好きですね。じゃあちょっと枝村選手のちゃんとから歌ってみましょうか。俺たちと共に行こう、枝村拓磨。おお、枝村拓磨。ララ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 。俺たちと共に行こう。ちゃんとなんですけれども、まあ知らない方からすると、え、それ小袋のエールじゃないのってね言われそうなんですけれどもね、はい、まあ原曲は小袋のエールという曲です。じゃあもう一つ杉山浩太選手のちゃんと歌います。おお、杉山浩太、総理のために生まれてきた。清水の誇り、オレンジレジスター。おお、杉山浩太。浩太。浩太。今のは杉山浩太選手のチャントです、まあ、これもね知らない方からすると、え、それ騎士団のスインギン日本じゃないのってね言われると思うんですけれどもね、はい、原曲はそうです。まあ、ね、サッカーの応援ってね、やっぱこうヒット曲が元になって作られてるものが多いですね。まあ、私もうオリジナルもともと知らなかったんですよ。でエダムのちゃんとの原曲であれ、コータのちゃんとの原曲であれで調べたら、あの小袋のエールっていう曲が、ね、エダムのちゃんとの原曲っていうのと、マキシャンのシンギン日本が、はい、コータ選手の、あの原曲だって知りました。はい、あの今日も私
ヌーバゼアサックスというおもちゃのサックス持ってきたんで、それで枝村選手のチャントとコウタ選手のチャントを演奏したいと思います。はい、どうぞ。として演奏したわけではなく、清水エスパルスの枝村拓磨選手と杉山浩太選手のちゃんととしてバグラは演奏いたしました。はい、では本日はこの辺で失礼いたします。明日も見てください。